皆さんこんばんは、イコールラブの山本アンナです。よろしくお願いします。はい、さあ始まりました。この番組教えて花だよりでは、イコールラブ、ノットイコールミ、ニアリーイコールジョイのメンバーを呼んで魅力を掘り下げていきたいと思います。はい、さあということで今週始まりましたが、あれ先週休みでした？あれ先週はやったのかやば、先週あれどうだったの？前回ジュリーちゃんか、ジュリーちゃんが来てくれたんですけれどもね、はい、ジュリーちゃんともすごく仲良くなれたような気がしていて、この番組に感謝しております。はい、そして最近のイコラブはですね、私たち7周年を迎えまして、結成なのでね、まだ周年の9月6日ではないんですが、4月29日で、オーディションから7周年ということで、皆さんたくさんお祝いをね本当にしてくださってありがとうございます。7周年っていうね、そうなんですよ。なんか私たち4月その29日当日にあのメンバーみんな集められて、なんかスタッフさんから話があるからって言われて、ケーキなんじゃないかっていうのを思ってたっていう話をね、あの他のメンバーがラジオでしてたと思うんですよ。でもケーキじゃなかったんですよって、もうどんな勘違いでしたって話をしてたんですけど、ちゃんと次の日あのそれを見た、あのいつもあのくださるケーキおじさんがわかるでしょ、わかりますケーキおじさん、ケーキお兄さんがお兄さん、お兄さんにしとくが、あの買ってきてくださって、メンバーみんなであのキルフェボンもねいただきました。本当にあのその説ありがとうございましたはい、さあそしてですね、なんと私の推し選手であるカープの松山選手がですね、ラストノートしか知らないをあの登場曲にしてくださってて、そう、もうめちゃめちゃびっくり。なんかそんな噂はちょっと聞いてたんですけど、でもまだ確証がなくて本当かなって感じだったんですけれども、なんと多分スタメンで出てる時とかにもしかしたらこれからまた流れる可能性があるということで、ぜひぜひ現地でね聞けた方はラッキーということで、私もいつかチいつかね聞けたらいいななんて思ってます。本当に松山選手ありがとうございます。はい、ねすごいよね。そう、ファンの方が動画とかも載せてくださってて、結構ファンの方ねそれ見てくださってたりとか、そう、あの年末に大忘年会というカープのイベントに出演させていただいたんですが、その時に松山選手にあのちょうどラストノートしか知らない期間だったんですよ、あの私たちのシングルまだノロノロ発売全然前で、なのでラストノートしか知らない、ぜひ聞いてくださいってその時にね言ったら、帰りあのお見送りしたんですよ、あの車を皆さんお疲れ様でしたって、その時に車ですぐに松山選手があの調べて流してくださってて、流したよって言ってくださってて、そう、すごくお優しくて本当に嬉しかったです。はい、今日はね試合がないんですけれども、また明日から応援したいと思います。はい、さあということで、すでにたくさんのコメントをいただいていますが、ショールームでコメントをしたりギフトを投げるには無料の会員登録が必要です。ぜひよろしくお願いします。さあそれでは今日来てくれたゲストの子を紹介したいと思います。この子です。はい、ノットイコールミーのさややんこと谷崎さやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、さややんが、去年の8月ぶりに来てくれました。忙しいのにありがとうね。いやいやいや、本当にツアー中ありがとうございます。ありがとうさあ前回はもうティフとかサマステ終わりだったということで、すごい夏です ね10ヶ月ぶりくらいはい、すごいね、お久しぶりの。そう、どんどんね最近こう2回目のメンバーが増えてきてまして、そうなんですよ。はい、ということで前回のアンケートもねこう一緒に見ながら、新しいアンケートもちょっと深掘りしていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。さあ世間は現在絶賛ゴールデンウィーク中ということですけど、最大10連休ってらしいですけど、10連休の方っているんですか？気になりますね。なんか3回ぐらい、多分お休みしたら、10連休ってことです。そうだよね。10連休の方いますか？私10連休です。逆に何してるんだろう。気になる。何してるんだろう。あ、え？仕事中です。はい。え？本当だ。私11連休です。え？12連休です。13連休、連勤中だった。あ、でも連休もいる。すごい。13連勤の方はお疲れ様です。お疲
疲れ様です。今日も無事に仕事でした。お疲れ様です。1000人に1人ぐらいの確率でいるらしいって。そうなんだ。すごい。すごい。どうですか ?10 連休あったら何しますか?なんか、この間あのノイミーの、あのショールーム、ノイノイの方で、10連休あったらみたい なんか予定表みたいなの立ってたんですけど、妄想で、海外行きたいなって思って。いいね。海外だったらどこに行きますか?海外はもう今いろんなとこ行きたいんですけど、一番でもなんか韓国を分かる前行かせていただいて、あのそうじゃん、あ、勝ちました勝ちました、負けましたあの企画で、はいはいはい、この YouTube チャンネルのね、でそれで韓国めっちゃ短くて1泊2日しか行けなくて、そうだよね、で、なのでまた行きたいなゆっくりって思って、分かんの、分かんの、韓国行きたい、ご飯も美味しかったですね、はい、さあということで10連休あったら九州回りたわ、もう1日1個いいねいいね、いけますね、ね、はい、さあということでね、10連休は私たちないですけれども、しっかりと皆さんとでも会える機会とか、そうですね、ね、結構このやっぱ連休は多いということなので、皆さんと思い出をね私たちは作っていけたらなと思います、お願いします、はい、さあそれではじゃあさやのアンケートを見ていきたいんですが、1年前、まあ、約10ヶ月前かに書いてもらったアンケートで、最近ちょっとハマっているもののところにクッキーとキャップ集めと書いてありましたけれども、どうですか覚えてますか、まず、なんかまず覚えてますか、なんかさ、ちょっと覚えてますそういえばってそういえばってました、どう、じゃあ今振り返ってみて、今普通に好きぐらいですね、どうキャップは、キャップはでも増えました。おー、いいね。ちょこちょこ。でもなんか、キャップ集めが好きって、こう言ったからか、なんかファンの方からプレゼントでいただく機会とかも増えまして嬉しいです。おー、いいですね。最近じゃあ何集めにハマっているんですか?何集め逆にありますか?なんか。そうね。私もキャップめっちゃ好きだし、あとなんかやっぱ、まあ、今若者がさリボンとかの服多いじゃん、流行ってますよねリボン、なんか意外に私はそういうのも好きだから、結構そっち系、iPhone ケースとか、ああ、iPhone ケースを私いい、ね、1週間に1回ぐらい買えるのだから頻度が高めでファンの方になんかお揃いにしたよって言われたらもう違うの、ああ、ごめんってなるんだよね、ファンの方も1週間に1回ぐらいの頻度で買っていただいて、そうなんですよ、あーすごいいいですね、確かにそういうのが好きかな、さあそして私とやりたいことに野球観戦と書いてくれました、いや開幕しましたね、開幕しましたね結構前に開幕しまして、ちょっとまだ行けてないですね、来たいです、野球わかるんだっけ、え、あの好きなんですよそうです、前もそう言ってたもんね、そうなんです、カープ行きたいです、本当に言ってる、本当に言ってます本当に本当に言ってます、いつでも来てほしいよ本当に、だってぼっちなんだもん、一人で、そうだよ、ぼっちで行けるから、たまにあのイクラブさんと一緒に行かれてますか、うん、いやでもプライベートではそんな行かないから、翔子とたまに行くぐらいで、基本はプライベートは一人で行ってる、え、行きたいです、本気、はい、本気ですえ、本当に誘うよ、そしたら誘ってください、ぜひやった今度こそサヤヤンロッテファンって来てるけどそうなんですよ大丈夫、セリーグとパリーグで違うから、そうですよね、違うから大丈夫、大丈夫ということで、いつかよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ1年経ったサヤヤのアンケートをね、はい、見ていきたいんですが、めちゃくちゃ細かく書いてくれてたんですよアンケートをね。なので今回は、フリップにはキーワードだけ書いてもらいましたので、じゃあ見ていきましょう。さあ最近ちょっとハマっているもの、ラーメンを食べることということですけれども、カップラーメンも食べるしお店に食べに行ったりもしますということですけど。はい、何ラーメンが好き？あ、でもいろいろ好きで、でもやっぱちょっとがっつり豚骨とかも好きです。で昨日は柚子塩ラーメン食べました。え、何そんな毎日系？結構毎日食べて。マジで？でもそしたら、なんかちょっと顔がむくんで。どこが？どこがよあなた。ちょっと塩分過多になってる感じはしてます。まあラーメンはそうなるよね。美味しいよね。だってこの前愛知に行った時にスガキ屋のラーメンをメンバーめちゃめちゃ袋
のやつをね、はい、大量買いしてました。うわー、スガキ屋。そう、瞳とかすごかった。ねー、美味しいんですか？え、食べてない？食べてない。嘘、スガキ屋。愛知あんま行く機会なくって。そんなことある？そうなんですよ。大阪タイプ。大阪タイプ。大阪タイプと同じぐらいじゃないんだ。なんかノイミーがイベント自体も愛知全然なくって、うん、そうなんだ。そうなんですよ。でも確かに ABC ラジオとかが大阪か。確かに確かに。明日も大阪です。そうだよね、大阪だよね。行ったら買います。うん、ぜひぜひぜひ。本当だ、ノイミー会が。そっか、そうなんですよ。ちょっと違うもんね、リコラムとね。行きたい。じゃんじゃ、いいですね。さあ、そして続いて、ハマるまで行ってないけど気になるものが岩盤浴。岩盤浴です。おしゃれですね。おしゃれてますけれども。しゃれてます。サウナは苦手なのですが岩盤浴に行ったら整うという感覚が分かった気がしてもっと行きたくなりました。おお、なんかサウナすごい流行ってるじゃないですか。うん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 、なんかサウナが本当になんかあんま分かんなくって、うん、なんか暑いなみたいな。分かる。え、すごい。やっぱり好きだよ。好きというか、うん、誰かと一緒に行くのは好き、うん、だけど、はい、整ったかって言われたら無理。分からない。分かんないですよね。分かんない。そうなんですよ。うん、だからすごい、うん、なんか岩盤浴だとちょっとそのサウナの、うん、私なんかサウナ入ってると、うん、苦しくて、暑くて、うん、それのなんか優しい版みたいな、ね、服を着て入るタイプな感じだよね、頑張るって。ね、なんか本とか持って入れるもんね、結構ね。そうです。え、一人で行くの？なんかこのメンバーと行ったりとかして、すごい良くて、うんうんうん、また行きたいなって思ってる。でもサウナだったらやっぱサナじゃない？諸橋さん。あ、サナちゃんさんすごい。すごい。そうですね、マジで。なんかこれ終わったらサウナ行くのを楽しみに頑張るとか言ってるから。整ってるんですね。整ってる、めちゃめちゃ。だからもしサウナに挑戦したくなったら、はい、サナに連絡してください。わかりました。はい。さあ、そして最近感じたメンバー愛、ミルテンですね。はい、ミルテンとお鍋パーティーしました。かわいいゴロが。お家に来る前に大量のジュースやお菓子を買ってきてくれました。私も2人で食べようといちごを買っていったのですが、買ってきてくれたお菓子やアイスがたくさんあって食べきれなかったです。っていう、もうアイドル100万点すぎるから回答かわいい。そんなそんな。よくミルテンとこうやってパーティーするの？そうですね、うん、なんかみーちゃんと私はもつ鍋が好きで、うん、それでなんかうん、この時も私が福岡に行って、うんうん、はいはい、帰りのお土産でもつ鍋キット買ってきて一緒に食べようってしたんですけど、うんうん、なるほどなるほど。かわいいエピソード。そうなんです。お家に来てくれた時に本当にアイスとかジュースとかめっちゃいっぱい買ってきてくれて、うんうん、かわいい。あんなさ、もう華奢な体でこうやって重い荷物を持ってきたんだね。かわいい。かわいい。なんかさえやんはさ、年下メンバーをすごい可愛がる、母性あふれる。ね、あ、本当ですか？でもえ、なんかちーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃんがめちゃめちゃさ、なんか、うん、めでてるじゃん、はい、だからなんか、うん、年少メンバーをめでてる、ね、やばいやばい。ミルテンっていう時のイントネーション面白いって言われてる。いや、イコラそうなんだよね。そうですよね、違いますよ、ね、あるあるね、これね。あるある。ミルテン、ミルテンです。ミルテンなんですよ、正解は。だってノイミーちゃんが絶対正解のはずだからミルテンなんですよ。でもイコラブ、ミルテンなんですよね。いや、いいです。なんかこれがなんかイコラブさんがその、うん、ミルテンって呼ぶのが、うんうん、なんかいいんですよ、逆に。オッケーじゃん、オッケーです。私がオッケー出しました。ありがとうございます。誰だ。そうなんですよね、うん、ミルテン、ミルテン、ミミ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 ルテン、あれ、ミルテンです。ミルテン、ミルテン、あ、わかんないわ。ミルテン、ミルテン、あー難しい。はい、すいません、置いときます。はい、ということでね、かわいいお鍋パーティーを教えてもらいました。はい。さあ、続いて最近楽しかったこと、これもメンバーですね、はい、ななかとたくさんオレンジジュースを飲んだこと。はい、はい、そうです。でもね、これだけじゃありません、ちゃんとね、はい、エピソードもちゃんと書いてくれてますからね。ななかに、ライブ後に飲むオレンジジュースが美味しいよと言われたので一緒に飲みました。2人で乾杯して楽しかったし、すごく美味しかったです。かわいい。恥ずかしいです。なんか毎日、ね、なんかさ、小学生の毎日日記書いてくれてる子みたいでかわいい。日記ですね。かわいい、はい、いいよね、やっぱライブ後に飲みたくなるよね。なんかもうすっごいジュースが、うんうん、大量に紙パック紙パックわかんのあって、うんうん、で、なんか
その奈々香がもうオレンジジュースを私はめっちゃ飲んでるって言ってて、うんうん、飲みなよってなんか誘っていただき誘っていただき、はい、一緒に飲んだら、うん、そのやっぱライブ後に、うん、やっぱジュース飲むの分かる分かる、はあ、って分かるなりますよね、うん、あの急に味付きの感じね、はい、やっぱお水ねずっと飲んでるから、はい、そうなんですよ。すごいこれ3種類ぐらいいつもあるあれはリンゴとブドウ とオレンジ結構リンゴジュース、うんが結構多いんですけど、うんうん、いや絶対オレンジだよみたいな7回影響 で最近オレンジということで、はい、じゃあこれからもスタッフさん置いてくださいよろしくお願いします。え、本さん何飲んでるんですか。皆さん私もオレンジが一番多くてそうで、あとはオロナミン C、 炭酸いいですよね。そうなんかライブ終わりよく誰かしらが自販機どこって探し回るの。かわいいそしたら、うん、この前なんかスタッフさんがコーラとかを買ってきてくださったりして、そうめっちゃいいですね。コーラを飲んでたけど、どっちかかな、やっぱ炭酸、炭酸かジュースかフルーツ系か。そうあーもうこれはじゃああるあるですね。あるあるですね。アイドルあるある、アイドルあるある、はいじゃあ続いて最近の悩み、たくさん寝てしまうこと。たくさん寝ることはいいことです。恥ずかしくないよ、恥ずかしくないですよ。ベッドをでも新しいものに変えたら寝心地が良すぎてたくさん寝てしまいますということ で、いいベッド買ったの。なんか、うん、セミダブルにしました。大きくなってる、大きくなって、うん、大きくなってるとか前の知らないの勝手に大きくなってるシングルだったんですけど、うんうん、なんかこれなんか模様替えをして、うんうん、その時にそれを機にセミダブルにしちゃおうって、すごいなんか可愛い形の自分好みのデザインのベッドを見つけて、でそれがそれにしたいってなったんですけど、シングルが売り切れだったんですよ。だからもうこれを機にセミダブルにしちゃおうと思って変えたら、なんかやっぱ広いじゃないですか、もうたくさん寝ちゃうんですよでもいい睡眠はねやっぱね、はい、仕事にも影響しますから大事ですよね。いいことですかね。いいことですよ。でもせいやんのお部屋絶対可愛い。嬉しいです。綺麗にするタイプ。そうそう、ね、なんか一回もう自分好みの部屋に変えたんですよ、うん、そっからずっと綺麗に、うん、だろうねイメージそういう思いも。今まではなんか何年か前まではもう結構足の踏み場がぐらい、ああそこまで行っちゃうタイプ行ってたんですけど、うんうんうん、なんかある日を境に変わりました、うんうん、あら素敵。あれかな、ペット飼ってるの。あ、飼ってます。とかも影響してます。あ、影響してますいいね、成長だね。成長しました。行った、お邪魔したことないです。え、来てください。いつでもある。いくらもさ、あ、いおりか。はい、そっか、あります。いつでも行っていいの。来てくださいじゃあ野球観戦した後、ね、チャイアンチ行っていい来てください。嬉しい。やった。じゃあ今度お邪魔します、うん、はい、さあそして続いていきますね、うん、続いては最近オフの日にやったこと。犬の散歩。散歩です。愛犬にメロメロなのでオフの日はまったり愛犬と過ごすことが多いです。あまり外を歩いてくれなくて抱っこして散歩しているのでほぼ私の運動になっています。そうなんですよ。そうなんだ。いいよね。でもね、ワンちゃんね、そう、可愛くて、可愛いよね。癒されてます。会いに来てください。めっちゃ会いたい。大好き。もうワンちゃん大好き。会いたい。本当にでも、うん、なんか本当に歩いてくれなくて、うん、なんか嫌がっちゃうので。お散歩苦手なんだ。お散歩苦手で、私が抱っこしてます。おとなしい感じ？ワンちゃんは。いや、めっちゃ元気で。あ、そうなんだ。めっちゃ元気。お外があんまりって感じで。そうなんですよ。いいね。ワンちゃんは結構運動が大事なので、うんうん、でね、だから、うん、歩かせようってさせようとね頑張ってるんだけどね。なのでお家で結構暴れてます、うん、いつも。まあ、でも小型犬とかだったらね、お家で元気にしてる、してたら大丈夫そうだけど、うん、いいね。ちっちゃいです。かわいい。絶対待って会いに行きたい。待ってます。行きたい。これはうん、嬉しい本当に犬大好きだし、うん、このマイカとかも飼ってるから、はい、そう、本当にね、いつも癒されてるから、うん、ぜひお邪魔させてください。ぜひお待ちしてます。じゃあ続いて、最近ファンの方に言われて嬉しかったこと。はい、さやうさかわいいねは
はい、さあ先日さやうさのグッズを作りました。応援してくださる皆さんが身につけてくれて可愛いって言ってくれることが本当に嬉しいです。可愛い。そうなんですよ。なんかのいみが、うんうん、あの毎月というかそうメンバー12人がそれぞれ、うんあのね、コラグッズ、そうなんです、好きなグッズをプロデュースしてて、うんうんうん、でそれでストラップを作ったんですけど、うんうんうん、最近皆さんの元に届いて、うん、でツアーが始まって、うん、すごいつけてくださってるっていうのをお聞きして、うん、かわいいって言ってくれるの嬉しいなって思います。めっちゃかわいい。なんかついにだね。なんかずっとさ、ね、さやうさって言ってたから、はい、ついに。しかも結構でかいんだね。そうなんですよ。結構でかめじゃない。存在感いいね。あれつけてたらすぐに千円押しなんてね、わかるし、はい、目印になってます、ね、私も結構イコラブの中だったらパンダのぬいぐるみを、うん、そう思、ね、ってくれてる方が多くて、そうで多分どんどん名前をつけていくの。私ファンの方にこの名前つけてくださいって、はいはい、なるほど、パンダの名前をつけてるんですね。そうどうする、これからさやうさプラスなんかつけてくださいって来るかもよ。人形あるあるだからこれ。僕のさやうさは何ですかみたいな。そう、うわーちょっと検討します。なんかもうこれは全部さやうさですって、もうさやうさ以外はないですって決めとくのか。はい、じゃあそうします。じゃあそうします。みんな、はい、みんなさやうさです。はい、もう私は最近わけわからんくなってきました。確かに同じにつけちゃう可能性もありますもんね。そうなんですよね。ですよ。はい、さあということで、じゃあこれからもね、今ツアー中だしね、はい、さやうさをたくさんステージ上から見れるといいね。はい、見つけたいですね。はい、さあということで、じゃあ最後にこのイジョイの好きなミュージックビデオ、うん、5つ書いてもらいました。はい、じゃあこの中で今日1つ見ていきたいんですけれども、うん、何しましょうか。はい、今日はデートの後、うん、22時を見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ早速どうぞ。やばい、コメント欄名前つけてもらおうかな。やばい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 、やばい。あ、全部さやうさですからね。はい、全部さやうさ。あ、一旦スタジオ戻ってきました。ただいまです。ただいまですね。可愛かったデート。ありがとうございます。ね、それではもう一度いきますよ。ミュージックビデオスタート。お、あ、来た、あ、来た。おお、かわいい、かわいい、みんなかわいい。メンバー同士で実は撮ったりとか、うんうんうん、するシーンとかもあったり、うんうん、こう距離が近い彼女っぽい感じを楽しんでいただけるんじゃないかと思います。この駅好き、この歌かと思ったんよ、遠くから見たら。そしたらこの駅好きなんだ。どっちも好きだよね。かわいい。顔ちっちゃ。いつも言ってない、毎日言ってる。かわいい、かわいい、みんなかわいい。なんかみんなこういう個人シーンがさ、ぽさあるよね。え、ありますね。が、JK JK ね。なんかバラバラで撮影したので、うんうん、MV 見て、うん、こんな感じの撮影してたんだ。そうだよね。って表題ではさ、あんま別々に撮ってるイメージない。ないよね、のいみちゃんって。コラムさんは別々、別々がめっちゃ多い。そうですね。コラムとかも。そうそうそう。いいね。すごい撮影の時に、うんうん、そのみんなで撮ったダンスも。うんうん。真夏で、うん、虫がすごくて、やばい、すごかった思い出です。よく頑張ったね。頑張りました。みんな虫にキャーキャーしながら、ね、虫はさ、だって我慢したい気持ちはあるけどできない場合もあるじゃん。そうなんです。大変だよね。大
変だったんですけど、 MV あるある、天候とあの虫に左右される。これから増えていきますから。そうね、夏になるしね、うん、どうでした、なんかボーリング担当、はい、ボーリング担当でした。ボーリングなんだね。でもなんか私、うん、プライベートで本当にボーリング、うん、もうしたことないぐらいしたことないんですけど、うんうんうん、なんか前もノイミでそれぞれのメンバーが特典映像でデートのと撮影するみたいなのがあった時もボーリングで、私2回目のボーリングで、ボーリングピンポイントで2回あるんだ。そうなんですよ、すごいすごいって思ってボーリング担当になりました。じゃあ極めるしかないね。極めます。ボール持てないですやんって言われてるよ。そうだ、すごい重かった。重いよね、わかる。私もいつも両手で投げてる。両手で投げます、頑張るんだよね、うん。じゃあ、ノイミーちゃんのボーリングキャラということで、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもね、ぜひちょっと今1番までだったので、この後 YouTube でね、フルで見てみてください。お願いします。はい、さあということで、じゃあ続いての、テーマに行きたいと思います。はい、はい、続いては、さっきグッズの写真も出ていましたが、ノイミーちゃんはね、今絶賛全国ツアー中ということで、4月29日、この前ね、東京が終わったと思いますけれども、はいはい、どうでしたか、お疲れ様でした。ありがとうございます。まずね、2公演か、2公演、2公演お疲れ様でした。まだまだね、スタートしたばっかりで。そうですね、うん、え、なんか初めて、うん、あのメンバーの出身地の凱旋のツアーなので、うん、それがすごい嬉しくって、うん、なんかこれからもうあれ3日4日後ぐらいに福島、うん、次は福島行かせていただいたりとか、こうやっぱメンバーの出身地だからこそのこう演出だったりとかもあるので、もうどの会場も来ていただいて楽しんでいただきたいなって思います。おいいですね、うん、なんか私たちもさ、みんなのカメコさんの写真を見て、はいはい、あ、嬉しい。もういつも本当可愛くて、みんながね、なんかしかも今回さ、でもちょっとネタバレになるかな、もしかしたら、ね、まださ聞きたくないって方いるかもしれないが、ちょっと耳塞いでいい、数分間ちょっと待ってほしい。耳塞いでくださいね、うん、あの面からのさ、そうなんですよね、こう制服みたいなのとかもあって可愛かった。まあ、なんか華やかだなって。結構やっぱそのタイトルがやっと同じクラスなので、うん、学生感といいますか、うんうん、すごいね、すごい。なんかさ、はい、あのファンクラブかな、はい、ファンクラブでさ、はい、こうランダムで誰の席隣なのかみたいな、あれやりたくて、ノイミーキャベツこの前まで普通モーメントとかも見れてたのね、はい、だから見ようと思ったらできなくて、なんでみたいな、ランダムやりたいと思って。会場に来ていただけないとできないんですかね。そうなのかな、そうなんですか、やろうと思ったんですよ。誰の隣だろうって思ったんですけど、嬉しいです。今日はサヤヤの隣になれて嬉しいです。同じクラスです。同じクラスです。あ、当日限定だったんだ。あ、公演日だけだった。じゃあ6日にぜひ6日にやればいいな。やりたい。誰の隣でも嬉しいけどさ、やってみたくない、なんか、ね、しかもあれ考えたの天才だなと思って。なんか可愛くない、あの、可愛いですね、もうなんかツアータイトル通りだなと思って、うん、いいなと思う。学生を感じていただけるツアーになってるんじゃないかなと思います。学生をね、はい、なんかさやうさとかも、あれなんですか、なんかそんな感じです。風の噂でもしかしたらツアーでってことですよね、はい、じゃあ皆さんそれもぜひ楽しみにしててくださいですね。はい、さあということで、じゃあ続いてに行きたいと思います、はい、続いてはイコノイジョインピックです。プチ競技をみんなでやっていて、チャンピオンを決めていきたいと思います、もうね、今また新たに新競技をやっていまして、こちらですね、よいしょ、はい、じゃあ、なんだなんだ、そうなのよ、マジ謎だよね、これだけ見たら。これすごいですね。そうなの、みんなで。よし、じゃあこれをちょっと、そういはい、ちょっと何本かこれ置きますね。はいはい、もうみんなね知ってる方は知ってるかもしれないんですけれども、なんじゃこりゃって感じだと思うんですが、今回の競技は台の上に棒を置いていくゲームなんですけれども、はい、何本置けたかを競っていきたいと思います。なるほど、置けるのは1段に2本、そして、置くのは片手、そして2本置くごとに台を回転させるというのがルールです。なるほど、そう、回転ガチャってね、なんかね、言うの途中、あれ、あ、あ、
置いたほうが、一回練習してみてもらって、置いてみます。難しい、なるほど。結構、そう、ちょっと離す、そう、それで一回ここでガタって、OK、それでもう一回こう置いていって何段できるかっていうのを、うわ難しそうですね、競ってもらいたいと思います。一旦ちょっとじゃあ上田さん、お願いします。はい、さあ、うん、ということでマックスで24本置けるんですけれども、今はしおりんが4本です。4本、はい、チーター、チーター4本です。チーター4本だったの。しかもチーターめちゃめちゃ張り切ってて、私できますみたいな感じで、4本で終わっちゃったので2段ってことですか、チーターは。はい、なので、まあそうね、ちゃんと抜いていただいて、はい、はい、抜きます。目指せ24本マックスということで。24本、頑張ってください。頑張ります。はい、それでは、はい、いきますよ、はい、よーい、スタート。はい、もう一回、そこはいいよ、一旦落ち着こう。はい、難しいですね、これ磁石っぽくね。そう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 、いい感じよ。お、あれやばい、近めだな、近づいてしまいました。2本、4本はいけるもんね。4本はいきますね。あ、いいよいいよ、いいですね。お、いいよ、よ、4本。あ、回す、回す。あ、回し忘れた。いいよ、そこで回そう。 OK、 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 OK。 永田さんと、永田さんと、はい、はい、うわぁ、1段目近ぁ、2段目も近ぁ、偏っちゃいました。お、いいよ、6本、ね、回す。お、でも意外に近いのいいんじゃない？ OK、 レッツゴー、頑張ります。いけるよ。お、あ、いいんじゃない。あ、いけるいける、6本、ゆっくります。あ、 OKOKOK。 でも意外にね、意外に、意外にバランスあるのね、この子、この棒は。おー、大丈夫大丈夫、近づいてきてます。10本、トップタイです、ね、お、え、トップタイ、嬉しいです。ジュリーちゃん、うん、あー、ごめんなさい、いっぱいジャンプだった。ということで、タイヤの記録は10本です。やったー。でも1位ね、暫定2人1位なのでタイですね。うわ、難しいですねこれ。そうね、そう、なん、ちなみに私14本いけちゃったみたいで。そうなんですよね、すごい、意外に、意外に。はい、アンナさんが1位の、ずっと1位の MC が、はい、可能性あります。ちょっと誰か抜いてほしいですので。じゃあね、ありがとう。続いての挑戦者の方、お待ちしております。はい、さあ、ということで、じゃあ続いてに行きますね。はい、続いては気になっている子同士をくっつけてみようという企画です。お、ファンの方がね、いつもたくさんご協力してくださっているんですけれども、さややんが前回来てくれた時には、キアラがかき氷を食べてるところを見守りたいって言ってたんですけれども、はい、どうです、見守ることできました？できなかったです。かき氷食べてるとこまず見たことないよね、そんな。ないですよね。なんでその時かき氷、夏だったからかな。夏でした、真夏で。うん、うん、私もそんな見たことないもん。ないですか、うん、でもそうだよね、あんまさ、その意向の意が合うことが、そうなんですよ、なかなかないからね、はい、なんか、お話し会、うんうん、対面の時って、あの、来てくださいじゃないですか、うんうんうん、ケータリングで、うんうんうん、もしかしたら夏にかき氷が、うん、来るかもしれないって。わあ、可能性あるわ、可能性を信じて、ただ、うん、キアラさんを見守ります。そうだね、もしキアラかき氷食べてたら、報告しに行くね、はい、ありがとうございます。さや、見てって。さあ、ということでしたけれども、どうですか、他にキアラ以外に、はい、ちょっと先輩、後輩、仲良くなってみたいなとか、仲良くなったよっていうメンバーいますか？はい、仲良くなったよ。どっちでも仲良くなりたいな。でも、うん、さっきワンちゃんの話したと思うんですけど、マイカさんとサナツンさんもワンちゃんを飼ってる、今飼ってますね。
犬飼いがしたいです。あーかわいい。いいね、犬飼い。ワンちゃん同士をこう対面、うんうんうん、対面させてね、はい。さややんのワンちゃんは他のワンちゃんと会ったことはあるの？あんまりなくって、どんな感じなんだろうと思って。でもマイカさんのワンちゃんもお写真見せてくれたことあって、サヌツンさんのワンちゃん実際あの会ったことあるんですけど、結構ちっちゃそう、ね、ちっちゃくて、私の飼ってるワンちゃんもちっちゃいので、小型犬同士で絶対可愛いって思って。私の予想は、うん、マイカのワンちゃんが結構人懐っこい、めちゃめちゃかわいい、めっちゃ人懐っこくて。でもサナのワンちゃんは、はい、あれかな、犬見知りしちゃいそう。わあ、どうなんだろう、どうなんだろう、どうなんだろうね。かわいいですね。で、その3匹が交わったとこ、はい、交わった瞬間かわいい、絶対癒される。会いたいです。サヤ犬、サヤ犬、くるみちゃんです。名前くるみちゃん、かわいい、くるみちゃんなの、かわいい。お子さんに会った感じで言いますやん。お子さんですよね、もうね、もうもうもう、ね、娘のような、ね、娘のように、息子のようなんですよね、はい。いいね、かわいい。もんちゃん人見知りあんましないんだって。かわいい、確かに。じゃあでもいい子だった、めちゃめちゃ。いや本当に、うん、おとなしくて、うん、めちゃおとなしい。なんかどっちの可愛さもあるね。なんかすごい、うん、あのマイカのワンちゃんはすごい元気で人懐っこい、うん、犬が好きっていうより人が大好きだから。私のワンちゃんもそうなんですよ、ね、人が好きで、うん、そうなんです。かわいい。いつかね、大集合してほしいですね、したら報告します。ぜひぜひ。はい、じゃあということで2人の方に皆さん伝えといてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、さあそしてですね、あ、でも先週はいおりのお誕生日を、はい、さやんがお祝いしてましたけれども。そうなんですよ、かわいい。あ、恥ずかしい。おめでとうございます。よい顔赤くね。いつものごとく。すぐ、ね、確かに照れちゃうとさ赤くなっちゃうからね、うんうん、かわいいね。仲いいよね、いおりと。なんかこう誕生日だと、うん、今同い年に、そっか、私の方が年上で、うん、そうだよね、半年ぐらい同い年で嬉しいです。確かに、よりはすぐ4月だからね。はい、そうなの。確かに、ケーキをね、用意してせかせか朝から買いに行きました。チョコケーキ、チョコケーキって思って。チョコが好きだからね、はい、かわいいエピソード。おめでとうございます。イコラブのお姉さんたち、せいやん好きよねって。え？そんな、嬉しい。そんな、あ、そうじゃん、今マイカが突破ファイルにね、はい、出てますよね。そうだね、ちょっとかぶってしまいまして、あのちょっとテレビと携帯でね、どちらも見ていただけたらなと思います。お願いします、ね、私たちも見たかったねってさっき話しててね。そうなんですよ、無事突破したみたいで。おめでとうございます。よかった、よかった。はい、さあということで、うん、じゃあ続いてのお話に行きたいと思います、はい、続いてはなんでこの子はこんなに可愛いのかを知るために、美容やメイクの話も聞いてみたいと思います。わ、私が気になる、ね、気になるよ、さややのメイクとか。いやいやいや、みんな気になってると思う、きっと。どうですか、なんか一番のじゃメイクのこだわり、うん、こだわり、うん、え、ちょっと見てる、チェックしてる。かわいい。なんだろう、なんだろうね。でも私メイクめっちゃ早くて、うん、なんか早いタイプで、うんうん、ババって終わらすんですけど、ミリニャタイプだわ、うん、皆さん何分ぐらいそれって。15分え、早っ、早い、全部終わります。ミリニャより早いのかな。でも、まあ、でもライブの時とかはさすがにゆっくりやるんですけど、やろうと思えばだよね、わ、はい、かる。でも早いね、すごい。なんだろう、でもずっと結構基本的になんか冒険あんましないタイプで、同じメイク道具を使ってて、うんうんうん、じゃあ YouTube とかに載ってるもんね。あ、載ってますよね。それからあんま変わってない。変わってないです。なんかもうずっとキャンメイクのアイシャドウを使ってて、うんうんうん、なんかさ、一時期ね、シュウウエムラのさ、はい、あれ、ファンデだった。ファンデ、今も使ってます。ライブの時、あ、私もその時シュウウエムラを使ってたから、さややんが使ってるならいいや、いいって思って。いや、嬉しいです、本当ですか。
うん、私もファンの方と同じ気持ちだった嬉しいです。いいですよね。でやっぱサイヤのメイクが気になる方は YouTube をね見返すとあんまりさほどそんな変わってはないということで。あんまり変わってないですね。じゃあそれを参考にしていただいて、じゃあそして、このイジョイメンバーで例えばこの子のメイクが好きだなとか、この私服とか好きだなっていうメンバーとかいますか？なんか私、リサさんが、あの多分好きなお洋服の系統がもう一緒で、リサさんが、あのインスタとかにアップされてる、あの投稿を見て、待って私も同じワンピース持ってるとかそういうことがもう5回ぐらいもあって、もすごい嬉しいなって、確かに系統がね、系統が一緒だって。コラボの中だったら絶対一番リサっぽいって感じね。ね。吸収がある。吸収がある。確かに。でもあの私さっきも、あのお話しですが、アンナさんの髪色がもういつもあの楽屋にね入ってきた瞬間に言ってた。嬉しい。可愛いって思って。嬉しい。私あの伝言したの届きましたか？あ届いたよ。萌え子でしょ。届きました。アンナさん の髪色が可愛すぎてで私がアンナさんに直接なんか伝えられなくてあの萌ちゃんに言ったんです。せいやんと、はい、なっちゃん、なっちゃんか、なつねちゃんかな、なんか2人だった気がする、そこからが言ってるって萌子から LINE 来ましたなんか楽屋で、あのアンナさんの髪色がめっちゃめっちゃ可愛くてやばかったって話を萌ちゃんにして、絶対伝えてくださいお願いって嬉しい言ったら、その横から確かなっちゃんの、私も思ってたなっちゃんありがとう感じでした。嬉しい。本当にいつも可愛すぎで直接してよ直接ですか今日してくれたね。でも今日 LINE してくれた嬉しいです。嬉しい、ありがとう。じゃあリサとね私服は似てるということで、嬉しいです。系統がねいいですね。でもさその対面とかツーショットとか、イコノイジョイがさ、まあ、30何人、4人ぐらい揃うわけじゃん、そこでさ私服かぶりそうで微妙にかぶんないよね。かぶんないですよね。たまにあるけど、でもすごいよね。なんか同じブランドっていうのは結構多いじゃん。でもその中でもかぶるっていうのはあんまなくて、あんまりないですね。確かに。いつかね、なんか、たくさん人数かぶったら面白いのね。何人か、ね、4人ぐらい、4人ぐらいロゼミューズ。あ、確かに泉美さん4人ぐらいいる。4人ならありそうね。ありそう、ありそう、ありそう。しかもファンの方集めたら結構人数できる。みんなみんなお揃い、お揃いだって。いいね。ね、ロゼミューズ新作もね、出てましたし、ね、バッグも可愛くない？可愛いですね。8時からうん、可愛い。絶対注文します。急に宣伝し始めたみたいな。違います。ただ本当に好きだから言いました。はい。ということでね、そろそろエンディングの方に行きたいと思います。じゃあランキングを5位からお願いします。はい、はい、私が行きます。5位、高橋聖太さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、全部、はい、行きます。4位、ボータニさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、実寸さん、ありがとうございます。2位、さくらもちもちさん、ありがとうございます。で1位、ラミさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。さあそれでは最後にのいみちゃんからお知らせをお願いします。はい、ノットイコールミー全国ツアー2024やっと同じクラスが開催中です。はい、次は5月6日に福島で、開催させていただくんですけど、たくさん公演があって、ツアーファイナルは横浜アリーナ7月15日に立たせていただきます、ちょうど先ほど告知があったんですけど、広島と横浜アリーナの FC 選考がついに始まったので、ぜひあと他の公演とかも受け付けてる地方地域あるので、ぜひぜひお待ちしております。頑張ります。行きたい。来てください。行きたい。4月だって29行きたかったけど行けなかったから、そうお話し会してたから行きたい。待ってます。広島、そうやん、広島に行こうかな。え、行く。マネージャーさんとして行こうかな。豪華すぎます。勝手について行こうかな。ぜひぜひ広島楽しんできてね。
美味しいもの食べてきてね。いっぱい食べます。楽しみです。はい、さあそしてイコールラブはですね、イコラブクロスライムが5月21日、22日に全3公演開催させていただきます。うん、22日ね、もともと昼公演発表されていたんですが、はい、クロスステージの方の21、22、他の公演にも、のえみちゃんとにゃんじょいちゃんが出てくれることになりました。ありがとうございます。各プレイガイドにて先行受付も開始しているので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして、エースコックさんとのコラボ第2弾がですね、スタートしました。はい、春雨ということでね、うん、昨日もメンバーたくさん食べてましたし、私も食べました。うん、ぜひぜひいっぱい食べて応募してください。よろしくお願いします。さあ、そして7月31日には17枚目シングルの発売が決定しました。おめでとうございます。17枚目ということでね、うん、すごい、どんどん数字がでかくなるすごいですね。はい、皆さんに17枚目シングルも素敵なものをお届けできるように頑張りたいと思います。楽しみに待っててください。楽しみです。お願いします。はい、ということでイコールラブやママターナの教えて花だより、次回は来週5月9日の木曜日19時からです。メンバーは、ニャリーイコールジョイから高橋舞ちゃんが来てくれます。おー、舞ちゃん。はい、前回めちゃくちゃ緊張してました。おじゃあ今回2回目なので緊張がほどけた舞ちゃんとお話できるのを楽しみに待っています。緊張してそう。にゃじょいちゃんの緊張感がやばすぎて、そうなんですね、私も緊張する。あ、緊張が、はい、でもね、嬉しい、楽しみです。はい、さあということでさやん、今日は2回目来ていただきましたが、はい、どうでしたか。でもすごいあっという間で、本当に今回も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまた3回目いつか何ヶ月後かが、また10ヶ月後ぐらいにまたできますかね。遊びに来てください。はい、お願いします。じゃあ明日大阪頑張ってね。大阪頑張ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。ということで皆さんも見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。